さあこれより最終クォーター第4クォーターに入ります。攻守方向変わりまして、画面向かって右から左に攻める形でクラブベアーズ相手陣6ヤードからセカンドダウントゥーゴール。このシリーズ最終的にクォーターバック変わりまして、3番のクォーターバックがハンドオフオプションから自らキープ。クォーターバック吉田、そのまま左オフタックル駆け上がりまして、見事タッチダウンといたしました。クラブベアーズ6点獲得。そしてクラブベアーズトライ4ポイント、タッチダウンの後のワンプレーです。キック成功、1点追加。クラブベアーズ15点、トライスターズ12点、クラブベアーズ逆転といたしました。クラブベアーズ第3クォーターを長く使いましてのロングドライブを見事に完結させまして、逆転のタッチダウンを決めました。そのクラブベアーズのキックオフにより試合再開となります。トライサーズ、さらなる逆転劇を演じることができるでしょうか。まもなく試合再開となります。さあトライサーズリターン入ります。果敢に中央を突破しまして、トライサーズ自陣40ヤード地点からの攻撃を確保しました。トライスターズ自陣38ヤード地点からの39ヤード地点からのファーストダウン点。パス成功、ファースター。クォーターバック19番、ここでプレイアクションパス、一気にロングパスを投じました。これをワイドレシーバー19番顔でこびながら見事にキャッチしまして、攻撃権更新、ファースター投じました。クォーターバック19番は久保田、京都大学出身。取りましたワイドレシーバー11番は伊藤、摂津大学出身のこのコンビネーションが見事に炸裂しました。トライスターズ一気に相手陣34ヤードに入りましてのファーストダウン点。ここでホイッスル。ここでトライスターズ後半1回目のタイムアウトを取ります。さあトライスターズ相手陣34ヤードの地点からの攻撃で試合再開となります。トライスターズファーストダウン10。さあランジングバックに託しました。キャリア29番ハンドオフを受けスピンターンを決めながら約8ヤードのゲインとしています。トライスターズ勢いづいてまいりました。ボールオンは相手陣27ヤード。トライスターズセカンドダウン3です。セカンドダウン3に訂正します。相手陣27ヤードからトライスターズセカンドダウン3。再び中央へのランプレー。これはしかしベアーズ33番が奮闘しゲイン2ヤードでとどめています。見事な粘り見せましたのはクラブベアーズの33番畑、関西学院大学出身のプレイヤー AG43。トライスターズサーダン残り1ヤード。トライスターズファーストダウン。ランジバック21番オプションプレーのピッチを受け相手タックルの間をすり抜けて見事攻撃権更新を果たしました。トライスターズファーストダウン。キャリア21番は木田、三田小成高校出身。トライスターズ相手陣21ヤードからファーストダウン10。今度はキャリア29番にオプションプレーのピッチ、相手ディフェンスの間を縫うように走り抜け約8ヤードのゲインを果たしています。トライスターズ相手陣15ヤードからセカンドダウン3。ここでホイッスル。トライスターズここで後半2回目のタイムアウトを使いました。トライスターズこのシリーズ2回のタイムアウトを使い確実に逆転のドライブとしたいという考えです。トライスターズ後半2回目のタイムアウトまもなく解けます。ボールオン相手陣15ヤード。トライスターズセカンドダウン3。さあオプションプレーでクォーターバック自ら持ち込みます。キャリア19番。しかしこれはベアーズディフェンスも踏ん張り、ゲイン1ヤードにとどめています。失礼しました、ゲイン約2ヤードでした。トライスターズ相手陣13ヤードからサードダウン残り1ヤード。ナイスラン、タッチダウン。ここでトライスターズ何枠29番にボールを託しました。29番味方オフェンスラインとともにまるでラグビーのモールのように中央を突き進み、その場エンドゾーンに飛び込んでタッチダウン。トライスターズ6点獲得。キック成功、1点追加。トライスターズ19点、クラブベアーズ15点。これにより再びトライスターズがリードする形になりました。逆転です。さあ非常に面白い試合になってまいりました。両者ともにタッチダウンにより試合を2点3点と逆転をする展開になっています。まもなく試合残り時間は5分を切ろうという時間帯になっておりますが、残り時間をどのような形でお互いに使っていくのか、非常にその点も踏まえて注目深い後半最終盤になります。さあ試合残り時間5分25秒でトライスターズのキックオフで試合再開となります。ベアーズリターン。ナイスリターン。素晴らしいリターンで右オープンかけられましたリターナー82番。一気にあわやタッチダウン狙えるかという状況まで持ち込みましたが、自陣45ヤードからの攻撃権を確保しました。素晴らしいリターンをしましたのはクラブベアーズ82番の寺崎、大阪体育大学出身。クラブベアーズ自陣45ヤードからファーストダウン点。さあ中央へのランプレーですが、これはトライスターズディフェンス集まりよく、ゲインは約2ヤードでとどめています。キャリアは45番の川端でした。クラブベアーズ自陣47ヤードからセカンドダウン8。さあボールをファンブルしたが、さあその前にイエローフラッグ、反則が発生しています。先ほどの反則はオフェンスチームベアーズの方の反則でした。ビローザウエスト、腰から下への禁止エリアでのブロックです。しかしこの反則トライスターズは取りません。なぜなら先ほどのプレーでファンブル、そのボールをトライスターズが抑えました。したがってトライスターズは攻撃権確保という形を選択しました。トライスターズのファーストダウンです。ターンオーバー。さあトライスターズ相手陣44ヤードからファーストダウン10の攻撃に入ります。さあ中央へのランプレーを展開します。これはベアーズ陣ディフェンスラインマン76番と77番がまさに山脈のように立ちふだかり、ゲイン1ヤードでとどめています。76番は奥村、吹田高校出身。そして77番はコルトン・ラニアン、ケンブリッジ大学出身。トライサーズセカンドダウンない。ボールオン相手陣43ヤード。中央へのランプレー、キャリア21番。すれ違うように右オフタックルを駆け上がり、約4ヤードのゲインとしています。トライスターズ相手陣39ヤードからサードダウン4、失礼、サードダウン5です。さあここでボールをファンブルした。そしてこれを抑えたのはベアーズ75番。ファンブルリカバリーによりベアーズ攻撃権奪取しました。ターンオーバー。なんとこの土壇場で再びファンブルリカバー、ターンオーバーが発生しました。ディフェンスラインの踏ん張り、そしてそのチャンスをものにしましたのはクラブベアーズ75番の木田、東海大学出身、エイジ44。さあクラブベアーズファーストダウン10。クォーターバック3番パスを投じようとしましたがスクランブル、約5ヤードのゲインとなっています。中で倒れたため時計が回り続けます。アメリカンフットボールはボールを持った選手がフィールドの中で倒れた場合は時計は回ります。逆に持っている選手が外へ出る前パス失敗の場合には時計が止まります。この時間の使い方も重要な要素になります。現在時計は回り続け、試合時間残り2分30秒をまもなく切ります。パス不成功。ここでワイドレシーバー85番にパスを投じましたが、しかし取る直前で取る瞬間にトライサーズタックルしまして、このパスを不成功としました。結果的にパス不成功でクラブベアーズサードダウンの攻撃になります。クラブベアーズサードダウン5、ボールオンは自陣43ヤード、試合時間残り2分20秒。ナイスラン、ファーストラン。ここで選択したのはランプレー。キャリア28番、相手ディフェンスを飛び越え攻撃権更新、ファーストダウン。キャリア28番は西村、大阪学院大学出身。クォーターバック3番、パスを投じようとしましたがターゲットを見つからずスクランブルとしました。ゲインは約2ヤード。外へ出ましたので時計は一旦止まります。試合時間残り1分50秒。クラブベアーズセカンドダウン9、ボールオンは相手陣47ヤード。ワイドレシー、ここでクォーターバック3番ワイドレシーバー82番にヒッチパス、キャッチアンドランを図りましたが約7ヤードのゲイン。ここでホイッスル。ここで負傷者発生によるレフェリータイムアウトが入ります。クラブベアーズサードダウン3、まもなく試合時間残り1分30秒を切ります。パスアウト、タッチダウン。クォーターバック3番、スナップを取り損ねファンブルを仕掛けましたが、これを自らリカバー。そしてプリオキザが投げたロングパスをワイドレシーバー82番がキャッチ、そのまま一気にスピードで振り切りエンドゾーンに書き込んでタッチダウン。クラブベアーズ6点獲得。そしてトライ4ポイントのキック決まりまして、クラブベアーズ22点、トライスターズ19点、逆転となりました。試合時間残り1分13秒です。PUBG 公認ボット様、コメントありがとうございます。皆様拍手ありがとうございます。素晴らしいプレーでした。起死回生のロングパスでした。およ様のメッセージありがとうございます。しかしまだ試合は終わっておりません。残り時間1分13秒でベアーズのキックオフで試合再開となります。その差は3点です。失礼しました。その差3点をトライサーズどのように攻めるでしょうか。その意味でもこのキックオフ、ベアーズ重要になります。さあトライサーズリターンに入ります。これによりトライサーズ自陣35ヤード付近からの攻撃を得る形になりました。下谷様、そうですね、この時計を流し続ける作戦は結果的には成功した形になっています。トライスターズの残り時間が奪われた格好になっています。言い換えればこのシリーズに全てをベアーズはかけていたということでしょう。さあトライサーズ、自陣36ヤードからファーストダウン点、試合時間残り1分7秒。パス不成功。ここでまずパスプレーをワイドレシーバー11番に投じましたが、このパスがショート、パス不成功となっています。ダウン1つ失いセカンドダウンと変わります。トライスターズ自陣36ヤードからセカンドダウン点、試合時間残り1分3秒。パス不成功。クォーターバック19番、ここで再びロングパスを狙おうとしましたがターゲットを見つからずパスを投げ捨てました。トライスターズサードダウン10の状況になります。トライスターズ自陣36ヤードからサードダウン10、試合時間残り57秒。さあここでクォーターバックスクランブルをしようとしましたが、これはベアーズ76番と77番が QB サック。ここでトライサーズ後半最後のタイムアウトを使います。見事な圧力で QB サックとしましたのはクラブベアーズ76番の奥村、吹田高校出身44歳のプレイヤーです。そしてもう一人その相方として77番コルトン・ラニア、ケンブリッジ大学出身の元大相撲経験のある相撲レスラーがここで見せ場を作りました。さあトライスターズ最後のタイムアウトを使いましてフォースダウン11の状況に挑みます。試合時間は残り時間45秒。トライスターズフォースダウンギャンブル。ギャンブル成功、ファースター。トライスターズここでスクリーンプレーを決めまして攻撃権更新しました。トライスターズファースターです。しかし時計がチェーンがセットされますと回ります。さあここでパスを叩きつけパス失敗としました。試合時間残り22秒となります。トライスターズチャンスを残しました。ハーフウェイ付近よりセカンドダウン点、試合時間残り残り時間32秒。時計の見余り失礼いたしました。パス不成功。ここでミドルゾーンへのパス、ターゲット2番、しかしこのパスはオーバースロー、パス不成功となっています。試合時間残り28秒。トライスターズハーフウェイからサードダウン10、試合時間残り28秒。ス不成功。クォーターバックプレッシャーかわしながら右に流れてパスターゲット11番、しかし外に出ていました。パス不成功でフォースダウンと変わります。トライサーズハーフウェイからフォースダウン点、試合時間残り22秒。パス不成功。クォーターバック19番プレッシャーかわして一路の望みを託すようにワイドレシーバー2番へのパス、しかしカバーされていてパス不成功となりました。4回目のパス失敗ですので攻守交代です。ターンオーバー。クラブベアーズファーストダウン10。2ダウン、時計を回します。トライサーズに時計を止める手段はもう残っておりません。ここで試合時間がなくなりました。試合終了となりまして、トライサーズ19点、クラブベアーズ22点でクラブベアーズの勝利となりました。トライサーズ前節の三重ファイヤーバードの一戦も含め大変惜しい試合で苦い敗戦となりました。いずれの試合も勝利できる十分な条件がある素晴らしい奮闘ぶりでしたが、惜しくも敗戦という形になります。しかし復活の礎となる素晴らしい戦いをありがとうございました。そしてクラブベアーズ死闘をくぐり抜け見事白星でこの試合を終えました。素晴らしい戦いでした。両チームナイスファイトでした。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながらそこでは評価されず、失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのは愚鈍だが心優しい巨漢と、目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という2人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの影に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえ劇的に世界が動き変わります。それは大学で名を轟かせたスタープレーヤーがもたらしてくれるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってその競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでいるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑めなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。そして次へと進むこの物語の続きを楽しみにしつつ、本日の配信をおろせていただきたいと思います。この配信は X3 全13チームの合同企画によって実現した配信となっております。数多くの方々にこの奮闘ぶりを見ていただきたい、そして遠方地海外におられる方々にも今の状況を見ていただきたいと、チームが奮起して企画した企画になっております。数多くの方々にこの企画にご協賛いただいております。そのご向上大変ありがとうございます。現在もこの企画は継続させていただいております。この配信の概要欄にその申し込みになりますショッピングカートの URL がございますので、その意思 ご同意いただける方はぜひご協賛をお願いしたいと思います。その X3 の配信を担当させていただきましたのは私、道楽屋理沙でした。それでは失礼いたします。